どうも皆様、こんばんは、くんひろです。皆様、速報です。ベヒーモスが7月15日まで実装されないことが確定いたしました。15日にマカリメッセで、モンハンのイベントがあるんですけど、そこでベヒーモスが初実機プレイと書いてあったんですよね。で、今までのアップデートの日付が、3月22、4月19、5月31日と、全部木曜日で、今まで、こう、実機プレイからそんなに日を空けずに実装されていたと思うので、まあ、7月19日とかが濃厚かなって思うんですけどね。となると、それまでの間に新たな歴戦が来てもおかしくないし、まあ夏のね、祭りイベントが来てもおかしくないし、まあいずれにしても楽しみなんですけど、どうなんだろうね。で、あとはなんだかんだモンハンのイベント行ったことないので、モンハンだけのイベントか。ゲームショーとかはあるけど、モンハンだけのイベント行ったことないので、それもね、行ってみたいなって思うんですけどね。で、なんか動画撮れるんならさ、撮ってさ、まあレポート的なやつとか、ね、こう、ゲームチャンネルでやりたいよね。モンハンゲームチャンネルにしか上げてないから。で、まあさすがに実機プレイからの、いきなりベヒーモス実装しますみたいな。当日、今日、今から実装しますはさすがにないとは思うんだけどね。死んでしまいました。はい。でですね、当日、なんと、辻元さんと、藤岡さんと、徳田さんと、あとスクエアエニックスの、吉田さんが来るそうで、まあ、なんかこう、相当熱いイベントだよね。まあ、コラボの情報もそうだけど、まあ、メンツがやばいね。てかさ、もう本当に最近思うんですけど、僕がこうね、幼き頃はですね、なんかこうゲームを作ってる人たちなんて知らなかったんですよ。なんて言っちゃ失礼だけど、まあ、本当に、そういう人がいることも知らなかったと思うのね。でも今のさ、多分中学生、高校生ぐらいの人って、おそらく生放送とかで顔は見たことあるとか、そういうレベルだと思うんだけど、なんか、すごいですよね。俺だけなのかな？なんか俺はこうゲームは好きだったけど、純粋にゲームをプレイしてただけの人間で、で、なんか今となってはいろんなこう人が関わってんだなってすごい思いながらやっちゃってるんだけど、なんだろうね。なんか、そういう時代の変化ってあるよね。まあファミ通とかに載ってたかもしれないけど、ファミ通とか買ってなかったしな。うん、立ち読みはしたことあったけど。学生の時にね、ファミ通買うのも結構、なけなしの小遣いで出すわけですからね。はい、無事にオドガロン終わりましたけども。まあ今日は、まあちょっとしたミニ雑談でございました。皆様、ベヒーモスの準備、まあ準備あんのかな？とりあえず俺は最初は超回復の装備で挑んで、ソロで挑んで、初見で挑んで、でなんかこう面白いネタがあれば、ね、こう、例えばメテを食らってみたとかね。まあタイムアタック俺ちょっと苦手だからやんないかもしれないけど、まああとはマルチで勝ったりとかね。最近ね、ちょっとね、マルチでやってないんですよね。なかなか。なので、ちょっと腕が鈍っております。では、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。